すみ。クミ、お友達かい？うん、お父さん。お父さんってクミちゃん、それ地震？街が壊れ始めている。この程度だったか。お父さん？退屈だ。つまんないや。面倒くさい。どうでもいいや。子供たちの言葉が街を壊してるんだ。もうあの子たちは必要ない。邪魔なだけだな。ほど気まぐれだとは。何光年も旅してやっと見つけた星だったのに。ここはもう閉じてしまおう。おいでクミ。クミちゃん待て。すごい風、街が消えていく。早く戻らなきゃ。さあクミ、これから二人で暮らそう。ずっとずっと二人だけで。さあ行こう。待ってクミちゃん、行かないで。クミちゃんよく見て、そいつクミちゃんのお父さんじゃないよ、エイリアンだよ。邪魔するな。ユリちゃん、佐川先生にもらったあれ。せーの。頭痛い。お父さん、あれ。クミ、一緒に行こう。お父さんじゃない。クミ。いや。そうかい。君は外の世界を選ぶんだね。でも分かってほしい。私は本当に君のお父さんになりたかったんだよ。ね、サニーは？あなたたち、ああ扉が閉じていく。巣作りに失敗したビッグベルは永遠に異次元に閉じこもるの。よくやったわ3人とも。クミちゃん、クミちゃん、ユリ、カスミ、クミちゃん、彼女もやっぱりまだ小学生ね。それからクミちゃんたちは精密検査を受けました。誰も何もなくてよかったです。クミちゃんが泣いたのはちょっとびっくりしました。それから帰り道でクミちゃんはこんなことを言ってました。でもちょっと感謝してるかな、あのエイリアンに。お父さんに会えたんだもの。おはようユリ。ユリちゃんおはよう。おはようみんな。昨日はごめんね。みんなおはよう。昨日はみんな大変だったね。さすがに今日はゆっくりしたいね。本当だよ、こう毎日だと体が持たないよ。みんな心配しすぎ。いくらなんでもそう毎日落ちてくるもんじゃないって。あ、